京阪急線系電車、京阪急線系電車、京阪急線系電車は、1997年、平成9年に登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。製造当初は、車内の座席配置がセミクロスシートで、車体の塗装には独自のラインが入り、運用も、多系列とは区分されていた。2002年から2010年にかけて、車内の座席は、 ロングシートに改造されてり、2008年から導入された同社の新塗装では、他の通勤軽車両と同じ塗装となっている。朝ラッシュ時の特急の平方市駅停車に伴う混雑の緩和及び輸送力増強、さらには遠距離通勤者に対する着席サービスの提供を目的として1997年に8両編成5本、40両が申請された。 ラッシュ時の特急、臨時運用を含むと、通勤型が使用される急行から普通までの運用の、双方に使用できる、汎用系、近郊系の一種とも言えるとして、側扉は片側3箇所、車内の座席配置は、セミクロスシートで製造された。車体や、伝送品は7200系をベースとしている。車体はアルミ製で、全面デザインも7200系をベースとしているが、 7200系と比べると、車端部側の扉が100 m、mm、m ずつ端に寄っており、窓の寸法も異なっている。また、編成の構成も異なっており、簡易運転台の数、一部の搭載機器が異なる。カラーリングは、従来の通勤型をベースとしているが、本系列は、特急兼用車という位置づけであり、在来の通勤軽車両と区別するために、 緑2色の境目にパステルブルーのラインが入っていた。制御装置は GTO サイリスタ式の VVVF インバータ、制御である。台車は電動車が軸量式のキロワット7 7 c 付随車が FS517C である。座席の配置は車体中央を境として集団離反向きの固定クロスシートを設置した上で、 ドア付近の一部はロングシートを配置したセミクロスシートとされた。クロスシートの座席はノルウェーのエクネス車製が採用された。中央扉の両脇と各車両に設けられた車椅子スペースの横には補助椅子も設置された。なお、ロングシートとクロスシートとの境目にすりガラスのようなものを用いたスクリーンが設けられていたが、これは 窓側クロスシートの乗客とロングシートの乗客の視線が合わないようにしてたためである。また、登場当初は、車内ドア上部に7200系と同様に、蛍光表示管に文字を表示させてその下部に停車駅を LED 式ランプで点灯させる、路線図式の案内表示器が設置されていた。しかし、この表示器は、機器の老朽化に加えて、 中野島線への対応が煩雑になることから、2005年3月の9005回を、川切りとして2007年9月までに、列車種別、行き先、次の停車駅、京阪電鉄からのお知らせなどを表示する、LED 式の表示機に交換されている。なお、2003年9月以降、9000系は昼間時に、特急運用に充当されたため、 2008年10月15日まで、社内広告は、ジャック広告が採用されていた。現在は、3000系、2台の社内広告が、ジャック広告となっている。本系列の特徴であった、クロスシートは8000系と違い転換式ではなく、居住性に問題があり、特に、軽半間の直通客には不評であったこと、ラッシュ時の上報に支障が出て遅延が発生するなどの、 問題がじたことから、まず、2002年に9005回の中間車両のうち、付随車4両が、試験的に1万系タイプのオールロングシートに改造された。改造に際しては、車椅子スペースの補助席も撤去されている。また、同時に転落防止ホロも設置されている。2008年10月19日の中野島線開業に伴って、セミクロスシートを設置した3000系。 2台が投入され、本系列は同年4月15日に発表された車両図書の変更についての資料において座席が全てロングシート化される関係で他の3扉、ロングシートの一般車両と同じ図書となることが発表された。まず一部の車両のみロングシート化されていた9005階が2008年12月5日に図書館変更の上全座席が バケット型ロングシートに改造され、以後、2009年3月19日に9001回、同年7月23日に9002回、同年9月10日に9004回、2010年1月21日に9003回が、それぞれ改造と、塗色変更を実施され、完全な通勤軽車両となった。なお、改造の際に撤去されたクロスシートは、寝屋川車庫で開催される。 ファミリーレールフェアで初向けに販売されたほか、伊賀鉄道200系電車、元東京急行電鉄1000系の座席にも転用された。また、改造の際にパワーウィンドウ、ドアカットスイッチが撤去された。用途のなくなった仕切る用のスクリーンも取り外されている。改造2本目の9001回以降は、ドアカットを表す、表示器、各車両中央扉脇の撤去も行われ、 あとに9005回も撤去された。2015年3月に9001回が、4月に9002回が、中間車の9600型を抜かれて、本系列発の7両編成となった。この際、9100型が、伝送解除された上で9700型に、改版された。蘇生変更後は7200系の7両編成と、同様の 3M4T となっている。 7両編成化後の編成は以下の通りである。9001回9002回の7両編成化の際に編成から抜かれた9601.9602は寝屋川車庫で旧車となっていたが2016年に7200系7301とともに車両番号変更の上で1万系の1万1回に組み込まれ同編成は7両編成となった。 車両番号の変更は以下の通りである。また、組み込みに際して座席のモケットが1万3000系と同じタイプに変更された。また、2016年11月に9004回が、2017年1月に9003回が7両編成となった。これによって9603、9604は寝屋川車庫で旧車となっていたが、 2017年に7200系7302とともに、車両番号変更の上で000系の12階に組み込まれて、同編成は7両編成となった。車両番号の変更は以下の通りである。一方で、9005階については8両編成のまま運用されており、7両編成4本28両と8両、編成1本8両の合計36両が、 在籍している。1997年3月22日のダイヤ改定では、朝ラシ主事の平方指定車の淀屋橋行特急に集中運用され、昼間時でも休行などとして幅広く運用されていた。運用開始当初は、平方市駅停車の淀屋橋行き特急以外の特急として重当される際は、各車両の中央扉のみ、ドアカットを行い、に、 扉車として運用していた。1999年から2003年まで、淀屋橋淀間で運行されていた、京都競馬場観戦客向け臨時列車、淀快速ターフィー号に充当されたこともある。また2003年までの正月ダイヤでは8000系が、フル稼働となったために代用特急での運用もあった。2003年9月6日のダイヤ改定で昼間時の、 特急が10分ごとに増発され、停車駅に、平方市とクズの葉が追加された。それに伴い8000系及び、93000系では昼間時の特急の全運用を、まかないきれないことと、ラッシュ時と昼間時の列車の移り変わりの運用の関係から、平日朝ラッシュ時は、主に軽特急で運用され、昼間は主に特急として運用されていた。 日中の特急のうち3本に1本の割合で、本系列での運用が割り当てられ、その他の時間帯は、淀屋橋で出町やなぎ管運転の休行を中心に運用され、準急や普通の運用につくものもあった。なお、特急のドアカットの取り扱いは中止され、常時3扉の状態で運用されることとなった。同時に、座席モケットの更新も実施され、 従来とは違うバケットタイプのものに変更された。2006年4月16日改定時点では5本中4本がラッシュ時の下り系特急に運用されていたが、当時は全編成セミクロスシート車であるため、出待ち流を7時7時30分の間に発車する最混雑時間帯の下り系特3本は、ロングシート車がその直前及び直後を走る3扉の系特急4本に、 急線系が充当される運用であった。また、残りの一本も予備車の活用筋として、寝屋川車庫から普通として出港し、淀屋橋で町柳間を上り急行下り特急と位置を往復した後に、再び車庫に戻る運用についている。その後、四本が日中の特急運用のほか、車両運用の都合上平方市淀屋橋間の急行位置往復にも充当されるなど、 ほぼフル稼働で運用されているので、実質的に予備者が存在しなかった。そのため、検査や部品交換の時期になると6000系や7200系、8両編成のみ、によるダイソーが特定の特急運用において行われていた。2008年10月19日改定以降、前線投資の特急運用は朝と夕方以降のみに縮小され、朝の時間帯は主に3、 扉車特急、快速急行系優等種別運用の8両編成グループの一員に組み込まれることとなった。また、ロングシート化工事の進展に伴い2009年9月12日改定以降は、本系列の限定運用が解除され、6000系、7200系の8両編成との完全な共通運用が組まれることとなった。このため、平日ピルマ及び土曜、 休日ダイヤの大半の時間帯にはクズの配当ではあまり運用されなくなっている3000系の入場時の特急へのダイソーによる重等程度9001回から9004回は前述の通り7両編成化されたことに伴い特急運用に就くことはなくなっているが8両編成時代は比較的少なかった準急、 普通運用に入ることが増え、京都口に入線することも増えている。ただし8000系がプレミアムカー改造のため7両編成で運用されていた時期には8000系の運用の状況によってごく稀ではあるが特急運用に入ることがあった。中野島線開業初日には初の特急日中田市域に9001回、深夜急行に9002回が充当された。 2018年4月1日現在、9004回は2004年に放映された NHK 大河ドラマ、新選組のラッピングを施し、同年3月から12月まで運行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。